ギリギリ金が入ったかな、3つぐらいありました。左右ひっくり返しして画面をちっちゃくして、はい、皆さんこんにちは。はーい、皆さんこんにちは。なんでか知りませんけど、はーい、ということですね。日刊生放送、今週最後の放送ということになります。放送だって電波出してるわけでもないのに、放送ってこれなんかこの時計今見たら直ってましたね。この時計が、手前の時計が、電波時計が、昨日やってる時は勝手になんか12時とかなってたのが直っちゃってますね。って言ってもこれちょっと高さが足りなくって聖書したよって言って、なんか恐れ多いことになってますけど、これね、前も後ろも私の顔だけには合ってるんだけど、顔の横に時計をこう、全然ファッションもクソもないなっていうね感じですね。この日刊生放送1500回とか確か越してるんですよね。あの土曜日はやって、日曜日以外毎日午後6時。昨日はねできなかったんですわ。というのが、透析、あ、またピットが入って12になってるわ。何土地狂ってんだろう。また12位になっちゃうんですか。なんか押したわけでもない。あ、またピットかって言って、あれ、なんかね、何も触ってないんですよ。押したりしてない。あ、またピットかって言いましたね。また12からリセットで、この辺に持っていくとまたピッて言うのかな。ん？なんかこれな、ね、別にボタン押したりしたわけじゃないのに、これね、液晶画面を押すと、ってわけでもないな。今これ押したらなった。なんかよく因果関係わかりませんけど、なったという事実だけご報告する。今日はですね、世界の哲学50の名著とか、こういう本ね、パラパラと見てましたら、すごく今の時代性ですよね。その、何？インターネットとか、そういうもの、1960年ぐらいにある哲学者がね、今のインターネットがバーッと張り巡らされてる時代ってこういうもんじゃね。でもメディア論ですよ、メディア論。ちょっと待ってね、どれだっけ。ボームじゃなくってページをね、折ってたんですよね。折ってるところは何箇所あって、どの折ってるところだったかな。チョムスキーじゃなくって、ジャムスキーでもないし、ジャムおじさんでもないし、プラグマティズムはウィリアム・ジェームズが教職生活の終わり、1906年から1907年。コロンビア大学で行った講義を編集するのそのまま編集だ。プラグマティズムね、この今日の話はそれじゃなくって、思考はどのように生まれるか、2つのシステム、ファスト&ロー、スロー、ファスト&スロー、ダニエル・カーネマンだって、カーネギーじゃなくてカーネマンだって、2011年、カーネマンは心理学者だが、プロスペクト理論、不確実性化の意思決定に関する業績にノーベル経済学賞を受賞してる。まあやっぱりこうなんかね、教養っていうか、いろんなことがどんどんこう。カーネマンは知ってるつもりと題する2012年の講演で次のように述べている。カーネマンさんね、ノーベル経済学賞を取った人なんだってさ。そう、心理学者で、認知と注意に関する心理学、行動経済学、快楽心理学にも大きく、だからもう非常に極めて今日的な学問追求ですよね。まさにこうパンとサーカスの時代の極みみたいなね、現代社会というものを、認知注意に関する心理学、行動経済学、快楽心理学、
心理学、経済学、両分野で最高の賞を受賞した。心理学に関する賞っていうのはあの、そっちの方はね、言及されてませんけど、経済学賞は、ノーベル経済学賞は取ってるわけだね。で、心理学でもなんか第一人者なんだ。すごい人ですね。カーネマンが現代のルネッサンス人。ルネッサンスって言ったらルネッサンスだよね。ルネッサンス、なんかこう、パーッと学問の花が花開くみたいな、百花繚乱みたいなね。そういう今の状況がそうだとしたら、それの華々しい人。ダニエル・カーネマン。カーネマンは知ってるつもりと題する2012年の講演で、こう述べているのだそうです。誰もが認める客観的な真理を協力して探求する。それが科学。科学、サイエンスの使命。しかし、その真理を知覚するには主観的な体験であり、それは心理学の範疇になると。だから、誰もが認める客観的真理、それを探すのがサイエンスでしょ。だけど、その客観的真理を知覚するには、それは主観的な体験ということであって、それは心理学の範疇ということになるんじゃねえの。まあ、考えてみれば当たり前なんだけど、ね、これを言語化したっていうことですね。言い換えれば、人間は物事を知りたいと絶望するが、ヒュームが指摘する通り、ダニエル・カーネマンじゃないの？昔の哲学者ね、ヒュームが指摘の通り、我々は感覚を通じて世界を認識するから、見たり聞いたりしているものの解釈は人によって、ってことなる。すなわち真理の体験は人それぞれ、自分自身の中にさえ認識に関する普遍的な標準的な方法というのはない。なるほど。ファスト&スロー。ファストってのは速いですかね、&スローっていうのはゆっくりか。あなたの意思はどのように決まるか。これがダニエル・カーネマンさんが書いた本の触りなんだな、大タイトルですね。心理学研究者としてのカーネマンの輝かしいキャリアの頂点、心理学者としての頂点の作品があって、ファースト&スロー、それが世界の哲学50の名著に入ってるっていうことですね。こういう本書く人もなんか難しい本を読み砕いて噛み砕いて、エッセンスはこれですよって、大事な仕事だけど大変な仕事だよ、俺はちょっとやりたいなっていう気はしないよね。やっぱりこういうのが好きな一種のオタクみたいな人がいるんですかね。ご苦労様で、誠にご苦労様でございますというような感じですけどね。時計がかろうじてなんか霞の彼方に見えるんじゃないかね。こっちの腕時計もね、6時10分近くだなっていうのはかろうじてわかる。ああ、そういうことですよ。本書の共同研究者と一緒にやった有名な実験があって、その実験は判断と意思決定、まあ、ある状況下で合理的な予測、合理的に予測できる系統的エラー、バイアスをテーマとしていた。なるほど。なんか、に直面した時に判断する。その時に、こういう間違いするんじゃないかな、こういう間違いするんじゃないかなと容易に予測がつくような系統的エラー、バイアスをテーマにして、結局直感は正しい場合も多いが、間違ってる時も同じぐらい多い。直感っていうものはね、女の直感は正しいとかってよく言いますけど、結局直感があって、散々考えていろいろやってみてしたら直感の通りだったみたいなことってね、よく言われますけど、だけど正しいこと思いが間違っている時も同じぐらいある。その上、我々は自分の判断に対してしばしばありえないほど自信過剰である。カーニマン曰く、我々は結論に飛びつくマシンである。なるほどね。自分でパーンと結論出したら、それが正しいの一辺やりでいくと、こういう、まあこれは良くないんじゃないですかってカーネマンさんも言ってるんですかね。客観的な観察者の方が事実をより正確に認識できる。客観的に観察する人の方が客観的事実がよくわかるっていうのはしょっちゅうある。
ね、我々は自分の中の他人であり、常に自分の思考をコントロールできるわけではない、コントロールできるわけではないとカーネマンは主張する。こういうね、細かいところまで、こういう本ってね、やっぱり責任重大ですよ。この本だけでカーネマン曰くとかって語る人がいたら、もうとんでもない間違ったことを書いてたら、その人はとんでもない間違ったことを語るわけだから、まあそういうふうにカーネマンは主張しているって、この主張しているっていう言葉一つでも相当考え抜いて書いてるわけだね。クリスチャン新聞の記事ですらね、習慣のものでもうすぐ読み捨てられていくようなもんでも、やっぱり一言一句相当考えて書いてたわけでね、こういう本になったらなおさらそうですよ。なおさらそうですよ。なんかね、あのエッセンスっていうか、そういうのをギュッと皆さんにまとめて勉強するっていうのは、それは最新のね、注意を払って、ちょうどね、一番最初にそもそも言おうとしたそのメディア論ですよ。メディア論でどこ折ってるところ、モンテーニュのところなんか折っても、プラトンのところが折ってるよ。プラトン関係ないしね、今日ね、昔なんだっけ、ソクラテスもプラトンも みんな悩んで大きくなったとかね、ウシスキーがなんかのコマーシャルでありましたけど、ちょっと待って、折ってなかったのかな。存在と時間じゃないでしょ。メディアはマッサージである。301ページ。煽ってたわ。メディアはマッサージである。このジャックがなかなかね、面白いじゃないですか。これ、この哲学者さんの名前が、マーシャル・マクルーマン。マーシャル・マクルーハン。マーシャル・マクルーハン。ハン。マンじゃなくて、ハン。ハンって言ったらなんか、関西の方では、三浦ハーンとか山田ハーンとかね。サンの代わりにハン。だから、マーシャル・マクルーハンマクルーハンじゃなくって、マーシャル・マクルーハンハンで、ハンを2回言わないといけない。そういう名前ですね。マーシャル・マクルーハンハンが書いたメディアはマッサージである。これ、もともとは、メディアはメッセージである。これを誤植ってのあるんですね。誤植っていうのはね。昔は活字を扱う職人さんが A と E と A を入れ間違えて、読み間違えてピュッと入れちゃってね、メディアはメッセージである、原稿ではね、メディアアーなのかな、メッセージズとか、それがマッサージになっちゃってた。それ見て著者がゲラが来てですね、メディアはマッサージ面白いじゃん、採用とかなって、この題がついちゃった。マクルーハン。マクルーハンハンはメディア論の元祖である。1962年に出版したグーテンベルクの銀河系、活字人間の形成。今日、なんでこう誰もお客さん来ないんだろう。今日お客さんなんか数字がね、ついてないですね。あれ？これ公開設定が、ひょっとして公開設定が自分だけとかって鬼設定にしてるのかな？そうかもしんないね。こんだけ誰も来ないなんて珍しいね。昨日ね、休みましたからね。それも聞いてるでしょうね。ああ、もう三浦さんとこう6時のは今日もないんじゃね？とかって思われてる可能性ある。あ、なんかね、こっちから見たいいね押してくれてる人がすでにおられました。ありがたいことですね。全公開になっております。まあ私のアーカイブもありますからとにかくこの時間は喋り倒して、グーテンベルグの銀河系活字人間の形成という本をマクルーハンハンは出し張って、メディア論の元祖、メディア論のメディアですよ、メディア論の元祖、地球村って時々聞きますけどね、地球村っていう言葉を最初にまあ有名になるように提唱したのはこのマクルーハンハンやと。60年代と70年代にかけて国際的な名声、80年代になると名声はやや訪れたが、かねて予言していたインターネット時代の幕開きとともに再び注目を集めているマクルーハンハンね。メディアはマッサージであるは典型的な哲学者とまるで違う哲学者、哲学書の形態ではないけど哲学書に類型されている。この本は厳密にはマクルーハンハンが書いたものとちゃいますし、才能あるグラフィックデザイナーが
マクルハン藩の主要な文章を引用して大胆な見よりで構成したもんや、うん、活字はあんまりにも限定的だっていう、これマクルハン藩のかねてからの主張ですから、それを視覚的に表した。60年代は目新しさと先進性にあふれているが、その陰にはマクルーハン藩の深い文学的、形状学的な教養が隠されている。それはマクルーハン藩は大学教授なんやさかいとかってね、この文章はなってるわけですね。マクルーハンのキャッチフレーズと知られているのは、メディアはメッセージであるという言葉なんだけど、本書のタイトルはなぜか、メディアはマッサージである。これは編集段階の誤植であった。この時代はまだ活字なんじゃないですかね。DTP、コンピューターで組むんじゃなくって。で、全てのメディアは我々っていうのは人間、人類の隅から隅まで変えてしまうっていうのがマクルーハン藩の主張だから、そのメディアはメッセージだっていう言葉をぴったり、マッサージ。マッサージ受けたらほやほやほやとなるじゃないですか。体全体が影響を受けて気分も変わって。現代では全ての子供が文字を習う。ね。子供に文字を教える。アルファベット、印刷技術の発明で、ね。断片的に思考し、他者から分離し、専門化した人間が創造された。これがマクルーハン藩の分析だ。しかし、電子時代のテクノロジーは、社会との関わりを蘇らせることになった。だから、活字時代ってなんか専門家の権威。ところが、電子時代になって、もう一遍人々を結びつけるっていうことになった。電話とインターネットを使えば、数百人の友達を持ち、世界中とね、ダイレクトにつながれる。今も活字、アルファベット使われてるけど、まあ映像ですよね。動画ですよね。他者に与える影響は飛躍的に増大し、他者からも際限なく影響を受ける。ね。中世末期、活字が発明された頃の教養人は、まあ、数百冊の蔵書を持ってて、おら、そう、数百冊の蔵書を、あるぞ数百冊読んだぞって誇ることできたよ。今では一般人が、全然教養人じゃない。普通のパンピーが、数百万冊の本をボタン一つで自由に利用できる。利用できるってのは読んでるって意味じゃなくって、呼び出せるっていうことですね。呼び出せるっていうことですね。これほどの変化が人間のあり方を変えないはずがないとマクルーハン藩は次のように言うとってや、現代は全てのことが同時に起きる全く新しい世界。現代は全てのことが同時に起きる全く新しい世界。だから中国製の TikTok っていうのはこのマクルーハン藩の主張を哲学的に踏まえてるのかもしれませんね。動画を上げた掲載年月日が全然掲載されない。だから TikTok に10年前に上げられた動画も、昨日、今日、さっき上げられた動画も全く同じ平面に現れてくる。だから、ね、10年前にこの動画が上がってたっていうのを知らない人は、ね、今上げられたこの動画と10年前の動画を全く同じレベルで、同じ時間のように見る。全てのことが同時に起こる全く新しい世界である。時間は止まり、空間は消失したね。家にいて会が出るじゃん。まさに空間は消失した。だからマクルーハン藩のすごいところは、このインターネットでコロナが来て、ズームとかで会社行かないで会議して、それがデフォルトになっちゃうっていうことになる前に、そういうことになる30年も40年前もそれに予言してたっていうことですよね。そこがマクルーハン藩のすごいところ。それは着目されて当然だわね。全てのことが同時に起こる全く新しい世界。時間が止まり、空間消失。我々は今や地球という一つの村だって地球。そういう世界、同時的ハプニングの世界に住んでいる。だから Facebook とか Twitter とか SNS 見てたら、こうだーっといろんな人のタイムラインが出てくるけど、なんかこう
コンストレーションっていうか、この投稿の後にこれ、全然、この投稿した同士、した人同士は、何の意図もしないで、ね、すごい冒涜的な言葉が並んだ、次に神父さんのありがたい言葉が並んで出るとか、ね、活字のメディアの時代には、ありえなかった現象ですよ。ところが、インターネットの時代、SNS の時代、そういうことが、普通に当たり前に、それが当たり前のこととして起こっている。時間は止まり、空間は消失、地球という一つの村である地球、同時的ハプニングの世界に我々は住んでいるということになるんですよってマクルーハンハンが言うて、ね、そうなった。エアンバーに蝉が鳴いてますね。蝉がここで鳴いてるというのが、ね、関西にいらっしゃる Y さんのお耳に届くと、まさに時間は止まり、空間は消失した。時間はまあ同時代やけどね。時間は同時代やなっていうところはまあ担保してるわけですね。生放送を見てる人はね。もうアーカイブになったら時間も消えたっていう世界ですね。アルファベットの出現後、目が主流になった。文章構成と同じ方法で思考する習慣がついた。でもそれも違っていくっていうことだね。文章の時代、活字の時代、2024年夏パンパンパンパーンっていう感じのこの絵文字ってのも面白いね。絵文字って面白いですね。連続体というものが人間の生活を組織する原則となった。これはまだ活字の時代ってこと。それからどうなってくる。再び五感の多くに訴えてくる。インターネットの時代はそういう五感、目だけじゃなくて五感。でもインターネットで味とかね、匂いとかはね、今に味とか匂いとかも伝えられるメディアができるんでしょうか。濃厚で急速で脳内で適切に分類し処理することはもうできない。活字だったら吟味しながら読んで脳の中で適切に分類し処理したんだけど、もうそれもできない。できるだけ早くパターン認識するしかない。パターン認識するしかないね。老子の言葉に影響を受けて、マクルーハン曰く、次のごとし、電気回路は西洋を東洋化しつつある。だからインターネットとか SNS は西洋の東洋化を起こしてる。ね。閉じ込められたもの、個別的なもの、分離したもの、つまり我々西洋の遺産。あ、それって、西洋の遺産なんだ。専門領域が分かれてて、ね、俺はなんとかの権威、この人がおっしゃるんだから、まあ分かんなくてもその通りっていうのがガラ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 ね、良くも悪くも壊れてる、ね、流れるもの、統一されたもの、融合したもの、それが東洋的っていうことですね。マクルーハンハンの言うことによると、それに置き換えられつつある。まさにマクルーハンはそれを予言したわけで、その通りになってる。マクルーハンは本書の冒頭で、メディア関係者は手段やプロセスばかりに関わってるって言うけど、まさに手段やプロセスこそが、根本的に変化させるものになってるっていうのを私たちが目の当たりにしてる状況、それをいち早く言ったっていうのはすごいね。マクルーハンが述べてる通り、電気テクノロジーは社会生活や個人生活のあらゆる面を作り我々にこれまで当然とされていた思考、行動、制度のほとんど全てを再考慮し再評価するように迫っている。今実際そうなってるっていうことですね。これまで当然とされてきた思考、考え方、行動、制度のほとんど全てを再び考え直す。どなしたらええねん、考えなあかん時代状況に、まあ押し迫られてるということですね。すべてものが変わりつつある。あなた、あなたの家族、あなたの隣人、あなたの教育、あなたの仕事、あなたの政府、あなたの他人との関係が、しかもその変化は急激である。ドッグイヤーっていうことですね。現代のメディア環境の中で育つ子供は、両親からの影響だけじゃなくって、先生からだけじゃなくって、全世界から情報を受け取ってるっていうことになる。すごい様変わりですよ。その結果出てきたのが Z 世代なのかな。
よくわかりませんけどね。すべての子供はメディアを通じて次から次へと次から次へと次から次へと他人の情報にさらわれ、さらされているので、ね、子供時代という観念そのものが不合理ということであるということね。また公と私の関係も変化してるっていう、なかなかねこれ突っ込み出したいくらいでも、こういうのをなんかちょっと暇があるときに読むとね、まあ面白いじゃん。知的遊戯ってことですね。ご遊戯いただきたく、それで最後になんかね動画かなんか見ようかな、履歴じゃなくってブックマーク、ブックマークしてるのでこれを一緒に見たらいいなっていうのをね、時間ない、あと5分ですからね、5分あったら相当いろんなことができるっていうことね。さっき5分間戦車っていうのを実施したわけですけど、5分間でね戦車しちゃう、ちょっと待ってよ、 TikTok、 ちょっと待ってよ、ざーっとね、まあとにかく TikTok って入れて検索しようか。TikTok のざーっと下の方がごく最近のやつで、福岡市長有能とか、計算し尽くされたペイント忍者みたいな、マッチで、マッチロケット飛ぶか。とか見たときはね、面白いなと思う。こうやって改めて見たらね、さほどでもないね。ああ、本当のことを言うコメンターは使わない。経済学者森本さんの大胆発言ですよ。この方、がんになって、せめてもう人生の最後は本当のことを言ってから死ぬ。とかってね、開き直ってるおじさんですよ。だから私、森本さんの言うことは基本的に信用しようかな。で、この森本さんがそのテレビの情勢について驚くべきことを言ってる。宣言する、宣言する、まあ、そうか、その判断もすごいですけど、宣言するのがすごいですこれまあちょっともう一遍初めからいきますね。だからもうなんかね、今テレビで喋ってるコメンテーターの人たち、それっぽく政府をちょっと名前言うと殺されるんです、名前言うと殺されるんですけどって。去年か一昨年かな、大手テレビ局プロデューサー、これからは本当のことを言うコメンテーター、本当のことを言うコメンテーターは一切使わないって宣言した。その方針だからもうなんかね、今テレビで喋ってるコメンテーターの人たち、それっぽく政府をちょっと名前言うと殺されるんです。ね、ちょっと飛ばしちゃいましたけどね。ですから、テレビでもっともらしく言ってても、政府を批判するふりをしてるだけで、まあ森本さんにとっては私みたいにっていうことでしょうね。本当のことを言う人を使いませんと、テレビの偉い人が思ってるだけなくって宣言した。ね、だから本当のことを言うなよ、本当のことを言うなよっていうことですよね。本当のことを言うな宣言ですよね。だからマクルーハン藩の予言したこのネット社会のこの空間も時間もなくなって一つの地球村、なんか村社会の陰湿なとこだけぎゅーっとこう凝縮されたような社会に逆になってるっていうかね、世界がこんなつながって一つになったらどんな豊かな素晴らしい社会になるだろうかと思ってたら、なんかね陰湿な村社会みたいに、お前本当のこと言うなよっていうね、そういうすくみ合い社会になってるんじゃないですかというね、森本さんの発言を聞いて私はそういうことをまあ感じたっていうことですね。私の日刊生放送そうは、せめて自分が感じたことを感じたままに言いたいな、ということで言ったわけでございました。これで今週の日刊生放送すべてね、もう30分、30秒 ?30 分まだなってないんかな ?29 分ちょっとこっちの時計がまたピッとかってとぼけたこと言って、12時になってますね。あ、もう30分にはなってるんだ。で、お聞きになってるあなたに天地を作りになった誠の神様からの
豊かな祝福と恵みと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今週すべての日刊生放送これにて失礼いたします。夏本番ミッチーライブ配信もドーンとドーンと行きましょう。シャロームということでね、ええ塩梅にセミ鳴いてるということで、ほんじゃ来週もよろしくお願いします。今週もありがとうございました。